これは保育園の駐輪場で撮影された実際の映像です電動アシスト自転車の前の部分に子供を乗せた母親倒れた隣の自転車に気を取られていると子供を乗せた自転車が転倒してしまいました普通の自転車に比べて車体が重い電動アシスト自転車を とっさに支えることができませんでした新型コロナの影響で電車やバス以外の移動手段として利用者が増えている自転車中でもバッテリーを搭載した電動アシスト自転車の出荷台数は年々増えています保護者の方がですね、子供を乗せた後に荷物を自転車に乗せようとして車両が転がってしまった 走行中にバランスを崩してしまって転倒してしまったですとかタイヤに異物を巻き込んでロックされて転倒されてしまったナイト製品評価技術基盤機構によりますと電動アシスト自転車の事故は去年までの5年間に366件発生去年起きた事故で最も多かったのは取り付け不足によるバッテリーの落下や発火でした バッテリーの扱いいいい。につききましてては、必ず大なな衝撃等をを与えないというとうころを心がけてくださ転倒を通してしまった際にですね、バッテリー等が大きな衝撃を受けてしまうとこれもまた事故につながってしまう恐れがあると今後も利用者が増えることが予想される電動アシスト自転車特に子供を乗せるときにはヘルメットやシートベルトの着用はもちろん目を離さないよう注意が必要です 子供はねおとなしく乗っててくれてもこう自転車止めてちょっと荷物を下ろしたときにお母さんを追いかけるように振り返ったりすると、はい、それでまた、パンってね倒れてしまうということもあるので本当に注意が必要ですよね,ね東京消防庁のデータでは子どもを自転車に乗せている時の事故で一番多いもの、えー、子どもや自転車から離れたり目を離したりしたとき。 54.7%ですとかやはり子どもや荷物の乗せ下ろしをするとき21.8%やっぱり目を離すなと言われてでもいろんなものに注意がねいかなきゃいけないので川野さん改めてて気をつけててうんそうしかもあのなんか割とあの電動のものってバランスが他の電車よりちょっと難しくて<ー>重さもあって。 で倒れかけてきた時に反対側いた時に、うん、僕でも支えるの結構大変な時だったから重たいんですよね、うん、本当に気をつけなきゃいけないですね自転車シーズンが始まりまして慣れてきた頃でもあると思いますこういった時に事故が一番多いそうです、えー、ナイトは今一度自転車の点検や使い方を確認するよう呼びかけています